インフルエンザワクチンはインフルエンザウイルスに対するワクチンである。本記事では人を対象とする。インフルエンザウイルスは変異型が多いため、主に陶器に流行する季節性インフルエンザワクチンの対象とするウイルス株は毎年変更される。ただ、インフルエンザワクチンはそのワクチンに含まれていないインフルエンザの方に感染した場合にも、 ある程度インフルエンザの重症度を低下させることができるともされている。不活化ワクチンと弱毒性ワクチンとがある。接種経路として筋肉内注射、鼻に噴霧する警備接種、皮膚の中間層に注入する皮内注射が存在する。その有効性は毎年変動するもののインフルエンザの発症に対する高い予防効果が存在する。世界保健機関及び アメリカ疾病予防管理センターは、生後6ヶ月以上のすべての人々、特にインフルエンザへの罹患リスクの高い人々に対して毎年のインフルエンザワクチン接種を推奨している。欧州疾病予防管理センターも同様に、高リスクの人々に対して毎年インフルエンザワクチンを接種することを推奨している。これらの高リスクグループには、妊娠中の女性、高齢者、 6ヶ月から5歳の子供、健康問題を抱えている人、医療従事者が含まれる。接種してもインフルエンザを発症する可能性が全くなくなるわけではない。不活化インフルエンザワクチンによるインフルエンザの発症予防効果は、小児で25から60%、成人で50から60%とされている。2歳未満、65歳を超える高齢者では、 証拠の品質が低く効果のための結論が導けない。すべての人々がワクチンを接種しても、理論的に、集団免疫の獲得には至らない。ワクチンを接種して、抗体が産生されて効果が出現するまでには、約2から3週間を要する。また、獲得した防御免疫の効果が継続する期間は、接種後3から4ヶ月であると考えられている。 ワクチンは一般的に安全であるとされているが、副反応も存在する。ワクチン接種による副反応として予防接種を受けた子供の5から10%で発熱が認められ、疲労感や筋肉痛も発生する可能性がある。高齢者については、ディランバレー症候群が接種100万回あたり、約1例の割合で発生するとされる。また、卵、または、 インフルエンザワクチンによってアナフィラキシーショック等の重度のアレルギー症状を引き起こす可能性のあるものへは接種してはならない。妊婦では弱毒化型は近忌であり、不活化型を接種しなくてはならない。インフルエンザワクチン接種はアメリカ合衆国において開発が進められてきた。実験的なワクチン接種は九百三十年代に始まり、百四十三年には、 A 型インフルエンザウイルスについて1945年には B 型インフルエンザウイルスについて本格的に接種が開始された。2017年現在では風によって世界各国の医療制度において必要とされる適切で安全な薬品群のリストである風必須薬品モデルリストにも収載されている。インフルエンザワクチンの製造過程インフルエンザワクチンは 通常、鶏の受精卵からワクチン製造メーカーによって製造される。アメリカはワクチン製造用の経卵の確保を国家安全保障に係るものとしており、多額の費用を投じて養鶏場を陰得し、安全に輸送するシステムを構築している。北半球においては、世界保健機関による冬器インフルエンザ流行期に推奨されるウイルス型の 発表に続いて製造が開始するインフルエンザの3つの系統が選択され、別々の鶏卵に投与された後、それぞれの生成物を3つ組み合わせて酸化ワクチンを製造する。従来の注射型だけでなく、警備スプレーも、鶏卵を使用して製造されている。2009年の新型インフルエンザウイルスの流行を受けて2010、2011当シーズンから、A。 H1N1 が A、H1N1PDM に2011、2012当シーズンから A、H1N1PDM が A、H1N1PDM09 に変更され、さらに2015、2016当シーズンからは4つのウイルス型 A、H1N1PDM09、A、H3N2、B、山形系統、B、 ビクトリア系統に対応する4カワクチンとなった。2007年の報告書では、季節性インフルエンザワクチンの世界全体での生産能力は、不活化ワクチンと弱毒性ワクチンを合わせて約8億2600万個であったが、これは実際に生産された4億1300万個の2倍程度であった。2013年までに世界的大流行に対する、 インフルエンザワクチンを生産するという計画予測においては、6ヶ月の期間内に生産可能なワクチンは28億個にとどまるとされた。もしも中高所得国のすべてがパンデミック発生時に全人口のワクチンを必要とした場合、約20億個が必要となり、これに中国が加わると30億個以上が必要となる。世界中の人口に対して、 手頃な価格でより多くの量のインフルエンザワクチンを生産することができる新しいワクチン製造方法を開発するためにワクチンの研究開発が進められている。インフルエンザワクチンは11から12日例の病原体のないニワトリ卵を使用して製造される。まず、ニワトリ卵の上部をエタノールによって消毒する。その後、尿膜口内の静脈が存在しない領域を探し、 圧力を解放するための小さな穴を開ける。さらに二つ目の穴を卵の上部に作り、そこからインフルエンザウイルスを尿膜空に注入する。続いて、二つの穴を溶液パラフィンで密封し、摂氏37度で48時間不乱する。不乱時間の間、インフルエンザウイルスは内部で複製され、新たに複製されたウイルスは尿膜空の液中に放出される。 48時間のフラン期間の後、卵の上部にひびを入れ、そこから1 0トルの尿膜空液を取り出すと、約15マイクログラムのインフルエンザワクチン成分を得ることができる。その後、インフルエンザワクチンは生成され、添加物が入れられた後、注射薬では、バイアルやシリンジ、警備薬では、微空噴霧器の中に注入される。 このような方法を経ることによって必要とされるワクチンを製造することができる。また、インフルエンザワクチンを鶏卵で作る過程においてウイルスを卵の中で増えやすくするためにはウイルスを卵で複数回増やし卵での増殖に適応させる純化という工程が必要となる。この過程でウイルスの遺伝子に変異が起きる場合があり、 これが起きた場合ワクチンの有効性が低下することもあり得る。そのため製造されたワクチンは毎年有効性の確認がされている。季節性のインフルエンザワクチンでは増殖させたインフルエンザウイルスを蒸気のような方法で分離生成した後、エーテル処理により使用性成分を抽出除去しヘマグルチニンを含む核分を得て不活化ワクチンとしている。 そのため、このような不活化ワクチンは、インフルエンザ派ワクチンと呼ばれる。かつてはホルムアルデヒドで不活化していたが、2017年、現在のインフルエンザ派ワクチンには、ホルマリンは使用されていない。軽微投与されるタイプでは、蒸気のような不活化の過程を経ない、弱毒性ワクチンが用いられている。軽卵を用いた手法は、大規模な製造に向いておらず、 また接種者に卵に対する食物アレルギー反応を引き起こす可能性や鶏を含む鳥類に影響を及ぼす鳥インフルエンザウイルス株と不適合性である問題も生じており解決が求められている。また特定の株に対してのみならず幅広い種類のインフルエンザウイルスに対して効果的である普遍的なユニバーサルインフルエンザワクチンの開発の 研究も続けられている。卵の必要性を代替するワクチンの生成方法には、インフルエンザのウイルス様粒子の構築法が含まれる。VLP は、ウイルスの構造に似ているが、ウイルスの遺伝子行動を含まず、ウイルス粒子と同様の方法で人の免疫系に対して抗原を提示するだけであるため、不活性化をする必要はない。VLP を産生するいくつかの方法には、 昆虫細胞や植物を活用した培養方法が存在する。2013年1月17日にはアメリカ食品医薬品局が卵の代わりに昆虫細胞で製造された季節性インフルエンザワクチンであるフラブロックを承認している。この製品は卵が製造過程において使用されていないため卵アレルギーの問題を回避することができる。 遺伝子の逆転者技術を用いた鳥インフルエンザワクチンの開発 DNA の逆転者技術を用いた細胞培養によるワクチンの製造は製造速度がより速くなることが期待されており2011年付で安全性と有効性を決定する臨床試験が行われている2012年11月20日には最初の細胞培養ワクチンフラッセルバックスが 製薬メーカーのノバルティスによってアメリカ食品医薬品局の承認を受けている。その後、ノバルティス社のインフルエンザワクチン製造部門はアメリカの製薬メーカーである CSL ・ベーリングによって買収され、現在では CSL ・ベーリングの設立したシーカイラスが事業を引き継いでいる。このような細胞培養によって作成されるワクチンは世界的大流行の際に 大量のワクチンが早急に必要な場合にも適切かつ迅速な供給を維持できることが期待されている。副反応についても従来型ワクチンとほぼ同等程度とされている。ただし FDA による最初の承認では18歳以上だけが使用の対象とされている。南アフリカにおける卸売価格は2015年8月時点で 一剤あたり4.56ベイドルであり、アメリカ合衆国では2015年時点で25ベイドル未満である。日本では2017年現在、厚生労働省等が決める、肯定価格一覧である、薬価基準収裁品目リストには集裁されておらず、保険適用外となっている。そのため、インフルエンザワクチンの接種は自由診療となり、医療機関ごとに価格は異なるが、 2017年現在で3500円程度である。自治体、学校、企業等で接種費用の補助を受けられる場合もある。ワクチンは一定の条件下において疾患の危険性を減らす程度を示す効果とワクチン接種後に観察された感染リスクの低下を考慮した有効性によって評価される。インフルエンザワクチンの場合、この有効性に関しては インフルエンザに起因するとは限らないインフルエンザ様の症状を含んだ罹患率を用いて測定されるため効果と比べて低く見積もられていると予想される。動物モデルあるいはワクチン接種された人における抗体産生の測定においてインフルエンザワクチンは一般的に高い効果を示している。しかし現実における実際のインフルエンザワクチンの有効性に関する 研究は困難である。その理由としては、ワクチンのウイルス型が完全に一致していない可能性、インフルエンザの有病率は年によって大きく異なること、しばしば他のインフルエンザ様の症状が出る病気と混同されていることなどが挙げられる。とはいえ、ほとんどの年において、インフルエンザワクチン株は流行株との概ね一致を示しており、また仮に不一致であったとしても、 交差防御によって効果が得られることがある。インフルエンザワクチンは、その対象となるウイルス株が毎年変更されるため、毎シーズンワクチンの有効性を評価する必要がある。この有効性の推定には、診断院精霊デザインが用いられている。この方法は2005年にカナダにおいて初めてインフルエンザワクチンに用いられたことが報告されて以降、 世界的に標準方法として使用されるようになった。診断陰性例デザインによるワクチン有効性の算出はインフルエンザの疑いとしてインフルエンザの検査を受けた患者を陽性群と陰性群に分けそれぞれのワクチン接種率を比較することによって行われる。つまりその結果はインフルエンザワクチンを接種したらインフルエンザと診断される確率を何パーセント 減らせているかというものと同義となる。この方法による精度は高く、ランダム化比較試験に匹敵するものという意見もある。診断委員精霊デザインによる部位は、様々な条件下で算出されており、国、地域、年や施設によって、結果は大きく異なる。インフルエンザワクチンの有効率は、一般的に、一接種分離管率、非接種分離管率 x 1である。つまり、 非接種者群の発症者10人で、接種者の発症者が4人であるとき、10人から6人へと減らしたので有効率は60%と表現される。よって、有効率60%は、100人の非接種者群と100人の接種者群の研究において、予防接種を受けた100人のうち、60人は発症しないことを示すのではない。 季節性インフルエンザに対する不活性ワクチンの試験の結果はいくつかのメタアナリシスに集約されており、これは成人、子供、高齢者において季節性インフルエンザに対する不活性化ワクチンの効果効能及び有効性を調べたものである。2012年のメタアナリシスによると、インフルエンザワクチン接種の有効率は67%であった。 最も効果が高かった集団は18から55歳の高天性免疫不全症候群の成人で有効率は76%であった。その他の集団の有効率は18から46歳の健康な成人では70%、生後6から24ヶ月の健康な子供では66%であった。弱毒性、インフルエンザワクチンについて、 米国予防接種諮問委員会は2016から2017年、2017から2018年のインフルエンザシーズンにこれらビスプレイのワクチンを使用しないよう推奨していたが2018から2019年では無効になっていた H1N1 の抗体が変更されたため使用中止の推奨を取りやめ、またしかし市場から離れていたため有効性に関するデータは存在しない。 2017年の報告では、日本の不活化インフルエンザワクチン接種による発症予防効果は、小児で25から60%、成人で50から60%とされている。65歳以上の老人福祉施設、病院に入所している高齢者を対象とした1999年の研究では、インフルエンザワクチンによって34から55%の発病を防ぎ、 死亡を抑制する効果は約82%であった。インフルエンザワクチンの効果は年々低くなってきているという日本臨床内開会の報告も存在する。この報告によると前年例群において2001から2002年から2007から2008年シーズンまでは効果が優位に認められたものの以降は二千九年の一部と二千十四から二千十五年シーズンを除き 有意ではなくなっているとされている。これらのことからインフルエンザ対策はインフルエンザワクチンのみでは不十分とされており、出生毒や咳エチケット、マスクの着用といった標準予防策を合わせて用いることが重要とされる。より長期間の観察での評価として日本の集団接種を対象として行われた研究がある。 日本では1987年まで小中学生を対象としたインフルエンザワクチンの集団接種が行われていた。この集団接種は約300万人が感染し、約8000人が死亡した1957年のインフルエンザ大流行がその引き金になったもので、1962年から小児への接種推奨がなされ、1977年に予防接種法で、 小中学生の接種が義務化された。しかし、接種後に高熱を出して、後遺症が残ったと日本国政府を訴えて、国側が敗訴するケースも続出したため、厚生省が方針転換し、1987年に保護者の同意を得た希望者に接種する方式に変更され、1994年には任意接種となった。またインフルエンザワクチンの効果に対する不信感も、 世論に広まり、100%近かった小中学生の接種率は1990年代には数に低下した。その結果、インフルエンザの欧症によって死亡する児童が増加しただけではなく、インフルエンザに対する集団免疫の低下により、高齢者施設で入所者がインフルエンザで相次いで死去することになった。後に、当時の日本での小中学生に対する、 インフルエンザワクチンの集団接種は、高齢者を含めて、年間約3万7000から4万9千人の人命を救っていたことが指摘された。この研究によって、集団免疫の重要性が認識されるようになり、各国のワクチン政策に大きな影響を与えた。2014年、国連共同計画のシステマティックレビューによると、ワクチン接種によって、 インフルエンザと確認された症例は約2.4%から1.1%に減少し、インフルエンザ様の症状を示したものは約16%から約10%に減少していた。入院数の増減に関するデータは得られなかった。仕事を持つ成人においてワクチン接種はインフルエンザの症状及び休業日数の両方に対してわずかながら 現象をもたらすことが示されている。しかし、このデータから出版バイアスの影響を評価することができず、バイアスによるデータの誤差などのリスクは不明である。2018年に国欄はレビューを改定し、ワクチンを接種しなかった場合のインフルエンザの頻度2.3%を0.9%へと減少させ、 これは一人のインフルエンザを予防するために71人がワクチンを接種する必要があり、インフルエンザ様症状では21.5%を18.1%へと減少させ同じように一人の予防に29人の接種が必要とし、また休業あるいは入院をわずかに減少させるという証拠の確かさは低いとし、有害事象では接種者はわずかな発熱のリスクを増加させていた。 インフルエンザウイルスに対して、ある程度の予防効果も存在するとされているが、その効果は、時間を経るにつれて大幅に減少、または消失するとされる。理論的に全ての人々がワクチンを接種しても、集団に感染が拡大することを防止する、集団免疫の獲得には至らないという報告も、あるが、先の日本の集団接種のデータなど、それに反する報告が、複数報告されている。 医療従事者においては2006年のシステマティックレビューにおいて医療従事者に対するワクチンの確かな接種によって患者死亡率が低下したことを示したこのレビューでの18の研究のうち2つの研究において医療従事者のインフルエンザワクチン接種率に対する患者死亡率の関係を評価した双方ともに医療従事者のワクチン接種率が高いほど 患者の死亡率が減少していることを示している。2014年のシステマティックレビューでは、医療従事者に対するワクチン接種の患者へ与える影響について、医療従事者がワクチン接種を受けていなかった場合と、医療従事者がワクチン接種を受けた場合において、患者のあらゆる原因による死亡率の減少が観察されたことを挙げている。2012年の国連共同計画のレビューによれば、 2歳以上の子供の発症の予防に効果を示したが、インフルエンザと同様の症状を呈する疾患を予防する効果なく、しかしまた6歳以上では、不活性化ワクチンは、規約と同じであった。また、2歳未満の小児に対するワクチン接種については、存在する、限られた、わずかな研究データとしては、測定可能なほどの効果は得られていない。2018年の改定された、 国乱のレビューは、証拠の確実性は中程度であり、おそらくインフルエンザを減らし、インフルエンザ様の症状では、低い確実性で減らすとし、有害事象については、記載が十分ではないため評価できず、2歳未満では、同様に研究がほとんどなかった。生後6ヶ月から8歳までの小児を対象とした、研究では、インフルエンザワクチン接種上強別のワクチン有効率は、 二回接種51%、一回接種41%だった。ワクチン接種歴のない生後6ヶ月から2歳の小児では、二回接種の VE が53%、一回接種の VE が23%で、一回接種に比べると二回接種の小児はインフルエンザ陽性になる確率が低かった。2010年の国ランレビューでは、65歳を超える高齢者では、 証拠の品質が低く結論が導けなかった。65歳以上の高齢者における効果は不明であるとされている。ランダム化比較試験と症例対象研究の両方を調べる系統的レビューでは信頼性の高い研究結果が存在しないことが示された。それらより信頼性の低い症例対象研究のレビューでは高齢者において診断されたインフルエンザ 肺炎及び死亡に対する効果の存在を示唆している。高齢者は季節性インフルエンザに対して最も脆弱なグループであるのにもかかわらず、ワクチン接種の効果が最も少ない。高齢者における急激なワクチン効果の低下には複数の理由が存在する。最も一般的なものは免疫機能の低下と高齢に伴う衰弱である。 インフルエンザの大流行が発生しなかった年において、アメリカ合衆国では、50から64歳の人は、若年者よりもインフルエンザ関連死亡率が10倍近く、高く、65歳以上の人では10倍以上となるとのデータが存在する。より強い免疫応答を提供するために特別に製造された新しい購用量、インフルエンザワクチンも存在する。 信頼性が担保された研究によると、この高用量ワクチンを高齢者に接種すると、正規用量のワクチンよりもインフルエンザに対して強い免疫応答が誘導できることが示されている。また、インフルエンザに対して脆弱な高齢者における流行を減らすことを目標として、高齢者と関わる医療従事者に対するワクチン接種が多くの国で推奨されている。 医療従事者のワクチン接種によって、高齢者をインフルエンザ感染から守るという確かな臨床試験からの決定的な証拠には乏しいものの、効果を示唆する証拠は存在している。2018年の国乱によるレビューでは、母親と新生児に対する保護作用は、成人一般におけるものよりも小さく、妊婦とその新生児では、非常に控えめであった。妊娠中であっても、 インフルエンザワクチン接種は可能である。妊婦へのインフルエンザワクチン接種は母体だけでなく生まれてくる子への防御という重要な役割も果たす。また、コホート研究によれば妊婦に対するインフルエンザワクチン接種はインフルエンザ感染の影響から母親や子供を守るだけでなく満期妊娠を成功させる可能性を増加させる傾向がある。また、 酸化不活化インフルエンザワクチンの研究では、人免疫不全ウイルスに感染した妊婦に対する予防効果が示されている。インフルエンザワクチンの接種は妊娠のどの期間においても可能とされているが、ワクチンの効果が出現するまでは約2から3週間要し、その効果が継続する期間は約3から4ヶ月であることを考慮すると、 インフルエンザ流行期が始まる10月から11月にワクチン接種を行うことが理想的とされている。母体へワクチン接種することによって母体で獲得された抗体は胎盤を介して胎児へも移行する上、その抗体は胎児の出生後も約6ヶ月間持続するとされている。出生後の乳児へのインフルエンザワクチン接種は多くの場合生後6ヶ月以降とされているが、 この空白期間を妊婦への接種によって補うことが可能である。妊娠中の接種の場合、胎児へのリスクとして、再起形成、胎児毒性や妊娠の継続に関する懸念を持つ妊婦も多いが、実際にはインフルエンザアクチン接種による胎児期形の誘導は認められず、接種妊婦において、期形児が発生する確率は自然発生率を超えないとされている。 また、自然流産相残、台湾発育異常が増加するという明確な証拠も存在しない。ただし、母体への危険性として、インフルエンザワクチンによる母体の副反応やアレルギーが挙げられるが、これらの発生頻度は妊娠の有無には関係ないとされている。ただし、警備スプレー型の生ワクチンの妊婦への接種は近期である。インフルエンザワクチン接種によって、 副反応が発生する可能性があるが、通常は軽微なものがほとんどである。具体的な副反応としては、鼻水や喉の痛みなどの症状を引き起こす可能性があり、これらは数日間続くこともある。ただし、これらのワクチン接種による一般的な副反応や危険性は、毎年流行するインフルエンザあるいはそれによって引き起こされる可能性のある入院。 死亡などの危険性と比較して一時的かつ軽微なものに止まることが多い。稀にアレルギー反応を含む深刻な副作用を引き起こす可能性はあるものの確率は非常に少ない。日本におけるインフルエンザワクチンの接種後の副反応の報告データでは接種関連死亡として報告された例は通常年間の例以下であった。これに対して使用量は 年によって異なるものの、年間約2500万本であり、報告されている疑い死亡例の確率は非常に少ない。また、これらの死亡例を専門家が評価したところによると、死亡とワクチン接種の直接の明確な因果関係があるとされた症例は一例もなかったとされている。また、蒸気死亡例のほとんどが基礎疾患がある高齢者である。 韓国では2020年10月にワクチンを接種後に亡くなる例が36人報告されて問題視されたが疾病管理庁は死亡例の多くが高齢者であることや心血、関係疾患など別の死因が確認されたことを理由としてワクチンの接種は継続された。インフルエンザワクチンは鶏の卵を使用して作られているため 接種者の卵アレルギーの有無も注意しなくてはならない。複数の専門家グループは、卵アレルギーとインフルエンザワクチンの研究に基づいて、軽度のアレルギーの人にはワクチンを推奨し、重症の人にはワクチン接種を慎重に行うべきとしている。イギリスにおいて実施された、卵アレルギーを持つ800人近くの小児が参加した大規模な研究では、弱毒性、 インフルエンザアクチン接種を受けた際に全身性のアレルギー反応が生じた症には一人も認められなかった。また、卵アレルギーの人への安全な接種のための研究も進んでいる。2013年1月17日にはアメリカ合衆国において医薬品承認を行う機関であるアメリカ食品医薬品局によって卵の代わりに 昆虫細胞で製造された季節性インフルエンザワクチンであるフラブロックが承認された。フラブロックは製造過程において卵が使用されていないため食物アレルギーの問題を回避することができる。ギランバレー症候群予防接種による合併症としてギランバレー症候群が懸念されてきたがアメリカ疾病予防管理センターは現在のインフルエンザワクチンに関するほとんどの 研究において、ギランバレー症候群との関連性は認められないとしている。2009年の推定値によると、インフルエンザウイルスへの感染そのものによって、上昇する死亡の危険性及びギランバレー症候群を発症、増悪させる危険性は、ワクチン接種による副反応との関連性が疑われている最も高い危険性の水準よりも、 約10倍高いものであるとされている。2009年はキシーン氏掲載レビューによると、ワクチン接種によるギランバレー症候群の発生率は100万回あたり、約1例とされている。最も権威ある医学雑誌の一つであるニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに掲載された別の研究によると、2009年に中国において H1N1 ブタインフルエンザに対するワクチン接種が行われた際、1億人に近い人に接種が行われたのに対し、ギランバレー症候群の発生例は11人のみであった。これは中国におけるギランバレー症候群の通常の罹患率より低く、その他にも顕著な副作用は認められなかった。リスク対効果を考えるならば、圧倒的に接種を行った方が有利であるという結果となっている。 2010年日本公衆衛生雑誌掲載の創設ではインフルエンザの疾病負担とワクチン有効性を比べるとインフルエンザワクチン接種の有益性は季節性ワクチン接種後のギランバレー症候群の発生リスクを大きく上回ると結論付けている。ナルコレプシー2013年に発表されたある研究によると2009年に H1N1 インフルエンザが大流行した際に用いられたワクチンの一つである H1N1 インフルエンザ ASO3 アジュバント添加ワクチンの接種者においてナルコレプシーの発生率が増加していることが確認されておりこの記事を解明することによってナルコレプシーが自己免疫疾患であることが示唆されたこの研究では H1N1 インフルエンザ ASO3 アジュバント添加ワクチンはオレキシンと類似しておりナルコレプシー発症の原因となりうるとされていた。ただし、上記の趣旨で発表された2013年の論文は論文の構成上重要な実験が再現できなかったとして2014年に著者により取り下げられている。チメロサールやアジュバントの安全性についてはマスメディアによって論争がある。1997年に アメリカでの法改正によって水銀化合物が使用できるようになり、1999年にはいくつかのワクチンにエチル水銀含ンの防腐剤であるチロメサールが使用されるようになり、入時には水銀量が過剰ではないかと提起され、一方その政府機関は安全性だと述べてきた。2012年にも世界保健機関のワクチン安全性に関する諮問委員会は、 ワクチンにおけるチメロサールの有害性の証拠は方法的な欠陥のある研究であり半減期が3から7日のエチル水銀が血中及び脳に到達する水銀濃度は毒性がない域であり安全性を支持しているインフルエンザワクチンには以下の2つの投与方法とワクチン種類が存在する4種類のウイルス株が入った4化ワクチンの注射薬は筋肉内 皮下あるいは皮内に投与して用いられる。これらは体内に注射されることによって不活性化されたインフルエンザウイルスに存在する抗原に対する免疫応答に基づいて防御機構を誘導する。3種類のウイルス株が入った3カワクチンは4カワクチンへの切り替えで製造停止になった。不活化ワクチンはインフルエンザウイルスの病原体としての活性を失わせ。 免疫を作るのに必要な成分を取り出したものである。したがって、不活化インフルエンザワクチン接種によって、インフルエンザを発症することはない。K ビスプレー弱毒性ワクチンは、弱毒性、インフルエンザウイルス株が鼻腔内へ感染を起こすことによって機能する。K ビスプレー型の生ワクチンは、不活化型の注射薬と比べて、新しいインフルエンザワクチンである。 通常の注射型ワクチンによって誘導される血中の抗体に加えて感染経路である鼻の粘膜に別のタイプの抗体も誘導することによって粘膜へのインフルエンザウイルスの侵入を抑えることができると考えられている従来の注射薬タイプの不活化ワクチンには分泌型胃が抗体誘導の効果がないため今後の有用性が期待されている2015年現在 カナダ、イスラエル、フィンランド、スウェーデン、ドイツにおいてインフルエンザに対する危険性が高い個人に対して優先的に推奨されているワクチンである。世界で初めて承認を行ったのはアメリカ合衆国であり2003年に登場している。以降、世界中で1億回超の投与量が供給されている。2012年3月には 警備スプレーによって投与される4化インフルエンザワクチンであるフラミスとクアドラベイラントが医薬品の認可を担うアメリカ食品医薬品局によって承認された。このワクチンは対象年齢が当初は15歳以上だったが、その後2歳以上に引き下げられたことで乳幼児への接種例が増えた。しかし、 その後アメリカ予防接種諮問委員会による2から17歳での効果が認められないとの報告を受けてアメリカ疾病予防管理センターは2016から2017年のインフルエンザ流行期にはこのワクチンの使用を干渉しないと発表した。日本においては第1三協がフラミストクワドラベイラントの製造メーカーであるアストラゼネカと提携し 警備スプレー型インフルエンザ性ワクチンを2016年に医薬品医療機器総合機構へ承認申請を提出している。2019年12月現在承認には至っていないがアメリカ合衆国から個人輸入して使用している医師は存在する。アメリカ疾病予防管理センターによると以下の人々は弱毒性ワクチンは避けるべきとされている。 主なインフルエンザワクチンの製品は以下の通りである。世界保健機関をはじめとして、様々な公共保健機関がインフルエンザによる合併症の危険がある人々、あるいはそれらの人々と生活を共にしたり、治療、看護に関わっている人々に対して、毎年日常的にインフルエンザワクチンを接種することを推奨している。また、 インフルエンザに罹患した乳児の死亡率は高いため、乳児にインフルエンザウイルスを感染させる危険性を減らすために、乳児の家庭内接触者及び養育者はワクチン接種を受けることが推奨される。また、インフルエンザワクチンの接種が推奨されていない生後6ヶ月までの期間は出生前に妊婦への接種によって補うことが可能であるとされている。ただし、 インフルエンザワクチン接種は、卵タンパクに対する重度のアレルギーを持つ人や、ギランバレー症候群の起用がある人には近畿である、ことに注意する必要がある。なお、アメリカ疾病予防管理センターでは、生後6ヶ月以下の乳児以外には、季節性インフルエンザワクチンを投与することを推奨している。2017年現在、世界保健機関の省に及びその養育者に対しては、 ワクチン接種のさらに高い優先対象と位置づけられている。また、ナシーは、以下の人々へのインフルエンザワクチン接種を推奨している。欧州疾病予防管理センターは、第1に高齢者、第2に慢性疾患を抱える人や医療従事者に対して、インフルエンザワクチンを接種することを推奨している。インフルエンザワクチンの接種戦略は、一般的に、 インフルエンザの流行を抑制あるいは完全に防止するというよりもむしろインフルエンザに対して脆弱な人々を保護することにある。この点において急性回白髄炎やマシンなどの他の感染症に対する集団免疫の考え方とは対照的となっている。ドラッグストアにおいてワクチン接種を受けた後接種位置を見せるアメリカ人女性アメリカ合衆国では 生後6ヶ月以上のすべての人に対して定期的なインフルエンザワクチン接種が推奨されている。季節性インフルエンザワクチンの接種については以下のように推奨している。アメリカ疾病予防管理センターは医療従事者に対するインフルエンザワクチン接種の推奨を1981年に開始した。CDC は一般的に感染症に対して 高リスクな人々と、その治療、看護をする人々は特に予防接種の緊急性を、要するとの趣旨を、一般的なワクチン接種の包括的推奨の中で、臨床医に対して強調している。インフルエンザワクチン接種に関しては、重篤なインフルエンザの合併症の危険性が、より高い人、またはこれらの人と一緒に暮らしている人や世話をする人々にとって、特に重要となる。 2009年にはインフルエンザ標準ワクチンの新しい高容量製剤であるフラソン・ハイドーズが承認された。フラソン・ハイドーズは特に65歳以上の人に適しており、標準のフラソンの抗原投与量の4倍の容量となっている。インフルエンザの合併症の危険性がより高い人には妊婦や生後6ヶ月から18歳までの若年者などが含まれる。 年齢制限を18歳とする目的は、小児科医への受診、学校の欠席あるいは合併症に対処するための抗生物質の必要性等を減らすことである。さらに、子供へワクチンを接種することによって、その親及び生活を共にする、人々のインフルエンザリ感謝の減少、ひいては一般社会への感染拡大の可能性を減少させることが期待できる。アメリカ合衆国政府は、 病院に対して従事者のワクチン接種率を報告するよう求めている。また、アメリカ合衆国の州や多くの病院は、インフルエンザ流行期に医療従事者にワクチン接種を受けたり、マスクを装着するよう要求している。これらの要求に対して、団体交渉や組合訴訟が起こされることもあるが、一般的に裁判所は、病気の流行時に、 一般住民に及ぼす影響を考慮したのものとして、これらのワクチン接種に関する規則を指示している。なお CDC は、警備スプレー型である弱毒性インフルエンザワクチンを2016から2017年のインフルエンザ流行期において推奨しないことを発表した。さらに、重度の免疫不全患者を治療、看護する医療従事者は弱毒性、 インフルエンザワクチン型ではなく不活化ワクチンである注射系を受けるべきであるとしている。日本においてはインフルエンザワクチンは予防接種法に定める定期接種の一つとなっている。定期接種の対象となるのは以下の人々である。予防接種は上記以外の人における任意接種のほか、定期接種としては地域の医療機関、会業医等で受けることができ。 地方公共団体によって実施期間や費用が異なる。インフルエンザワクチンの接種は病気に対する治療ではないため健康保険が適用されない自由診療だが、蒸期定期接種の対象者については接種費用が自治体によって公費負担されているところも存在する。その他予防接種実施規則において予防接種を受けることが適当でないものが以下の通り定められている。 また、定期接種実施要領においては、予防接種の判断を行うに際して、注意を要するものとして、以下の通り定められている。生後6ヶ月からの接種が可能であり、接種量は2011年より、以下の通り定められている。厚生労働省は、インフルエンザワクチンは、接種すれば、インフルエンザに絶対にかからないというものではなく、ある程度の発病を阻止する効果があり、 たとえかかっても症状が重くなることを阻止する効果があると広報している。また、インフルエンザワクチン接種による効果が出現するまでには2週間程度の期間を必要とすることから毎年12月中旬までにワクチン接種を終えるよう推奨している。日本全国における平成27年度の推計使用量は約2565万本であり、 平成28年度の供給量は約2752万本である。日本においてインフルエンザワクチンは厚生労働省が決める肯定価格一覧である薬価基準収載品目リストには収載されておらず診療報酬適用外である。そのため接種費用は健康保険が適用されない自由診療でクリニックや病院によって価格は異なるが 2016年の価格は平均3300円であった。2020年度の季節性インフルエンザワクチンについて厚生労働省は過去5年で最大量を供給予定であるがより必要としているものが確実に接種可能となるよう接種協力のお願いを出した。季節性インフルエンザとパンデミックを引き起こすインフルエンザの両方において インフルエンザワクチン接種率は一般的に高くない。パンデミックを引き起こすインフルエンザに対するワクチン接種に関するシステマティックレビューでは性別、民族性及び慢性疾患の有無などが接種に影響を与える個人的要因として特定されている。さらにはワクチンの安全性と有効性に関する個人的な心情も重要な因子となる。 最前線で働く医療従事者は季節性インフルエンザやパンデミックを引き起こすインフルエンザに対するワクチン接種を受けることが推奨されている。例えば、イギリスでは患者の治療に携わるすべての医療従事者は季節性インフルエンザワクチンの接種を推奨されており、2009年の新型インフルエンザのパンデミックの際には新型インフルエンザに対するワクチンを 同様に推奨された。しかし、接種率はしばしば低くなっている。2009年の新型インフルエンザのパンデミックの際には、イギリス、イタリア、ギリシャ、及び香港において、接種率が低かったことが指摘されている。アメリカの医療従事者を対象とした2010年の調査では、2010から2011年の流行期に63.5%の人が、 インフルエンザワクチン接種を受けたと報告しており、前年の61.9%から増加している。医師と司会やナースプラクティショナーなど患者と直接接する医療従事者ではワクチン接種率が特に高かった。医療従事者に対してワクチン接種が推奨される主な理由は医療従事者が接する患者へのインフルエンザ感染を防ぐことや、 需要が高い時期に欠勤する医療従事者を減らすことにある。しかし、彼らがワクチン接種を受け入れるかどうかについては、接種によって受ける個人の利益によるところもある。1918年に世界的なインフルエンザパンデミックが起こった際には、医者は患者の出血に関する古くからの伝承治療から、酸素の投与、新しいワクチンや血清の開発に至るまで、 様々な手を尽くしたと呼ばれている病原体は当時インフルエンザ感染症の病院と考えられていたことに由来する名前である。現在ではこの説は否定されているが、インフルエンザに続発してインフルエンザ菌の感染を来す可能性はある。このうち回復した患者から感染者に血液を輸血するという治療法はインフルエンザの対する成功の一助となった。 1931年には、バンダービルト大学のエルネスト・ウィリアム・グッド・パスチャーらによって、鶏卵内におけるインフルエンザウイルスの増殖が報告された。この研究は、複数の他の研究者らによって引き継がれ、インフルエンザウイルスの増殖によって、最初の実験的インフルエンザワクチンが誕生した。1940年代には、 インフルエンザワクチンによる一定の予防効果が確認された。実験、開発はアメリカ軍に設置されたインフルエンザその他陸軍において発生する伝染性疾患の研究と貿易のための委員会によって主に進められ、第二次世界大戦期から本格的な使用が開始された。さらにワクチン製造メーカーは ウイルスの純度を改善するために製造プロセスの開発を行い、ニワトリラ卵タンパク質をより除去し、さらにワクチンの全身反応性を低下させるための改善を進めた。最近では、アメリカ食品医薬品局は、ニワトリラ卵を用いず細胞培養によって、ウイルスを増殖させて作られたインフルエンザワクチンを承認した。また、植物細胞由来のインフルエンザワクチンも、 臨床試験が行われている日本において1962年にインフルエンザワクチンの集団予防接種が開始され、1964年にはその副反応の被害訴訟が始まり80年代、90年代まで続いた。1994年には学校での集団予防接種は廃止された。次第に新型インフルエンザの恐怖が煽られ、出版物が続々と刊行された。 2009年には世界的なパンデミック宣言が発せられた。 各国は膨大な税金をワクチンや抗ウイルス薬を備蓄したがその致死性が恐れていたほどではないと判明した。世界保健機関は次年に流行する可能性が最も高いインフルエンザウイルス株を選択して毎年ワクチンの内容を調整している。風の世界的インフルエンザ調査ネットワークによって毎年それぞれの年の流行期におけるインフルエンザワクチンとして 三つあるいは四つのウイルス型が選択される。従来は三下のインフルエンザワクチンが使用されていたが、四下インフルエンザワクチンが承認されたことに伴い、風は2012年から2013年までの北半球におけるインフルエンザ流行期から B 型株を二つに増やした四下のインフルエンザワクチンを推奨している。H1N1、H3N2、 B 型の系統から選択されたこれら3つあるいは4つの、型は次の流行期に人への影響が強い可能性が最も高いとされる。最初の正式な風による勧告は1973年に出されている。1999年からは北半球と南半球の2つの勧告を年に2回行うこととなった。風世界インフルエンザ監視対応システムは 1952年に設立された。このネットワークは世界140カ国に存在する風国内インフルエンザセンターと風によって認められた6つの風インフルエンザ協力センターによって構成されている。n i スは自国でウイルスサンプルを収集し検査を行う。ここから新しく管理されたウイルス株をさらに高度な検査のために 風 CCS に提供し、その結果が毎年のインフルエンザワクチンの構成に関する勧告の基本となる。製造するワクチンを決定するためのウイルス株選定は、どの株が次の年において支配的となるのかという最善の推定に基づいており、最終的には外れる可能性も存在する。とはいえ、ほとんどの年においてインフルエンザワクチン株は、 流行株とのおおむね一致を示している。日本においては、厚生労働省健康局の要請によって、国立感染症研究所で開催される、インフルエンザワクチン株選定のための検討会議に、基づいて、厚生労働省が最終的な決定、通達を行う。国立感染症研究所では、風世界インフルエンザ監視対応システムを開始した。 世界各地の情報のみならず、日本全国77カ所の研究所と、厚労省結核感染症課の感染症発生動向調査事業により得られた、国内の流行状況及び約8158八株に及ぶ国内分離ウイルスについての抗原性や遺伝子解析の成績、感染症流行予測事業による住民の抗体保有状況調査の成績などを考慮し、 ワクチン候補株を選択する。さらに、これらの候補株について、ニワトリランでの増殖効率、抗原的安定性、免疫減性、エーテル処理効果などの項目について、ワクチン製造に適するか検討を行っている。国立感染症研究所での会議で、最終的なワクチン株が選定されると、厚生労働省健康局長から決定通知が交付され、 その年のワクチン株が発表されることとなる。なお、2009PDM09 は、新型インフルエンザアプドム09、つまり2009年に発生した新型インフルエンザを、指す。2020から21シーズンから、アプドム09を単に、A と表記する。日本で使用された年別ワクチン型一覧日本で、使用されるワクチン株は、国立感染症研究所によって、 インフルエンザ流行期ごとに発表されている。インフルエンザウイルスワクチンの研究は、分子ウイルス学、分子進化、病院、宿主の免疫応答、ゲノミクス、および疫学などの様々な学問が重要となる。また、インフルエンザウイルスが、どのように細胞に侵入し、複製し、変異し、新たな系統に進化し、免疫応答を誘導するかということに関する。 基礎研究を必要としている。インフルエンザゲノム配列解析プロジェクトは、インフルエンザの遺伝子配列のライブラリーを作成している。このプロジェクトによって、どのウイルス株が他のウイルス株より致命的なであるのか、どの遺伝的決定因子が免疫に最も影響を与えるのか、そしてウイルスがどのように進化するかを理解するのに役立ちつ。さらに、 現状のワクチンによる対策の限界への解決策が研究されている。インフルエンザの世界的大流行が発生した時、インフルエンザワクチンを迅速に開発、生産、流通させることは何百万人もの命を救う可能性がある。短期間でパンデミックの原因となったウイルス株と特定し、それを迅速かつ安価に製造し、パンデミックの発生現地と予想されている。 中低所得国へ提供するために研究者たちはニワトリランや遺伝子組み換え技術を用いた新しい技術の開発を進めている。2009年に発生した新型インフルエンザの世界的流行と関連して2009年7月には70以上の臨床試験が完了しておりパンデミックを引き起こすインフルエンザ株に対するワクチン開発も進められた。2009年9月 アメリカ食品医薬品局は2009年の新型インフルエンザウイルス株に対して4種類のワクチンを承認している。従来は3種類のウイルス株が入った3価のインフルエンザワクチンが使用されていたが2012年3月にアメリカ食品医薬品局によって警備スプレーによって投与される4価インフルエンザワクチンであるフラミストクワドラベイラントが承認された。 さらに、2012年12月には、4日、不活化ワクチンであるフラリックス・クワドラベイラントが、FDA の承認を受けた。これらのワクチンは、アメリカ合衆国において2013から2014年のインフルエンザ流行期から導入されている。日本においても、2015から2016年のインフルエンザ流行期から4日のインフルエンザワクチンが導入されている。 国立感染症研究所は世界的に3かインフルエンザワクチンから4かインフルエンザワクチンへと移行が進んでいるのを受けて4かインフルエンザワクチン導入の是非について2015年度におけるインフルエンザワクチン株選定のための検討会議において検討を行い4株のワクチン株を選定したこの選定を受けて最終的に 厚生労働省が4かワクチン導入を決定した。なおこの時、インフルエンザワクチンの医薬品としての製法、製造、品質、貯法等に関する基準を定めた、生物学的製剤基準の改正も合わせて行われた。インフルエンザワクチンは、2017年現在の技術では、各半球の各インフルエンザ流行期に合わせてそれぞれ内容を、 調整して製造しなければならない。このような必要がなく、すべてのインフルエンザ株に効果のあるワクチン、ユニバーサルインフルエンザワクチンを開発することができればワクチンの供給を安定させ、ウイルスの変異を原因とするインフルエンザのパンデミックを防ぐことができるようになる。そのため何十年にもわたって研究の対象となってきた。この ユニバーサルインフルエンザワクチンを実現させるために、現在のワクチンが標的としている、ウイルス抗原ではなく、抗原変異が起こらない、別の抗原部位を標的にして、ワクチンを作るというアイデアがある。2009年には、世界インフルエンザワクチン会議において、インフルエンザウイルスの3種類のタンパク質から、変異しない、特定の領域9箇所を連結した、遺伝子組み換えワクチンが、 ユニバーサルインフルエンザワクチンとして発表された。その後、2015年にも別の手法によって作成したワクチンのマウス実験の結果が発表されている。しかし、いずれの感染防御効果も未だ実用段階には至っていない。また、その他期待されている方法として、免疫系による免疫応答を利用して抗体を生成するワクチンシステムではなく、 中は抗体を使用する方法が提案されている。ありがとうございます。